こちら、前からね、一、えー、個ぐらいは買おうかなと思っててんけど、ラッキーやな、出会頭で買いまして。これ。バンダイのマスターグレードフィギュアライズの、なんと、仮面ライダー1号。<laughs> これ。このモノクロパッケージやから、えー、プレミアムバンダイで、あの、多分売ってた。 仮面ライダー1号の,あの桜島カラーって言われるやつやねん。僕はもうどっちでもええねやんか。物さえ手に入ったら。けどね、仮面ライダー2号を先に欲しいと思えんねんな、これ。残念やけど。仮面ライダーもやっぱり1号から。で、これがね、桜島カラーっていうやつがあって、これがね、なんと、えー、安かったんですよ。43800円か。安かった、これ。 で、これがね、えー、ちょっと、興味があって、ずーっとここに置いてんねんけど、あのね、マスターグレードって書いてるやつやな、バンダイの。このマスターグレードって書いてんのって、いろんなところ行ってんねんな。なあれ、えー、前やった孫悟空やな。ドラゴンボールの孫悟空。フィギュアライズスタンダード。フィギュアライズスタンダードと比べたら、やっぱりね、マスターグレードの方がね、ようできてんねん。やっぱり。 バンダイはね、おそらくやけど、あのー、コストがね、あのー、販売コストが、ちょっとやっぱり再三に乗ってこないと、小さいサイズで出す傾向はあるな。あの、だからマスターグレードの孫悟空もね、あの、マスターグレードの孫悟空はまあまあ用できてんねんで。もう仮面ライダーも用できてんねん。けどね、あのー、まあ、一定数売れへんかったら、えー、まあまあ、 こうやってプレミアムバンダイしたりとか、でそれでも売れへんかったらもうなかったことにして、ひたすらね、低価格帯で、コストカットした低価格帯で勝負したいみたいな。はい。ということで、えー、では、箱がね、でかいんで、説明書で見てみましょう。こちらが入ってた、えー、説明書です。ちなみにね、あの、桜島カラーっていうのは、あの、ブーツとかの色が違うだけみたいな。はい。 僕はそんなにヘビーな仮面ライダーのファンじゃないからやけどですけどね。で、えー、これがパーツ一覧。あら本郷竹はって書いてるとかあったのにここやな。めくって、余分にめくって。ここやな。これなんですよ。出来上がりこれ。まあまあかっこいいねんけどな。バンダイのキットのあかんとこってここやねんな。あの、孫悟空もさえねんけど、股、ま、のここのところに隙間ができんのが、 致命的に格好悪いねな、これ。けどね、アップでこうやって見る限りはね、まあまあいけてんねん、これ。これ。すごいな、登場人物。マスクドライダー1って書いてあって。<laughs> 仮面ライダー1号。本郷武史。城南大学。第1話のみ、城北大学。生科学研究室に所属し、 知能指数600やで。え <laughs> 今、知能指数600の人おると思うおれへんで。今、ちなみにね、参考までに言ったらけど、普通の人って、普通の人って今ね、えー、知能指数がね、100ぐらいあったら普通ぐらいやって言われんねん。100、140って言ったら賢いって言われるのかなどこが賢いか分からへんねんけど。うん けどね、本郷しは血の質600。スポーツ万能の秀才であり、優秀なオートレーサーで終わった。ショッカーが最高の改造人間を作り上げるための素材として目をつけられ、拉致される。脳改造の寸前、ショッカーに捕らえられていた恩師の緑川博士に助けられ、共に脱出するが、緑川博士は雲男に抹殺されてしまう。以後 孤独の戦士となり、正義のためにショッカーと戦い続ける。これ。仮面ライダー915。これね、途中からね、予算が上がったから、あの、綺麗になんねんけどな。<laughs> これ。915。本郷武がベルトの風車、台風に風圧を受け、そのパワーにより変身した姿。強力な脚力を持ち、 その強靭な力を生かした技で怪人たちを葬り去った敵の使用した武器などを奪い逆に利用するなど臨機応変な戦い方を繰り広げた本郷武本来の科学者としての視点も持ち敵を分析し戦いに役立てたまたオートレーサーとしての技量もサイクロン号の巧みな操縦に大いに発揮された 改造された直後は自身の力に戸惑っていたがやがて完全にコントロールできるようになっていた一文字隼人をショッカーから救い出した後はショッカーの計画を追いヨーロッパへ旅立つ、まあ、一応設定上ね、はい、あの交通事故を起こしてあのちょっと入院してたっていう説が一番濃厚なんですけどね「で仮面ライダー2号」「仮面ライダー1号を倒すためにショッカーが突き出した仮面ライダー2号だったが脳改造が行われる直前に」 仮面ライダー1号に助けられ、仮面ライダー1号と共にショッカーと戦う決意をする。変身ポーズを取り、ジャンプすることで変身することができる点と、人工筋肉等の違いでパワーがアップしている点が特徴である。知能指数とご言ったんやって、知能指数、あれ関係ないな。ヨーロッパへ旅立った。仮面ライダー1号の後を受け、日本を守った。新1号。ショッカーを追い、南米へ旅立った。2号に代わり。 再び日本を守るために帰ってきた再改造により体内に蓄えた風力エネルギーで変身できるようになっていたすべての力を増したことで戦闘力が飛躍的に上がり技の数も増えていった旧1号から外見的に変化し <coughs> マスクの色が明るくなり手袋とブーツの色が緑から銀色に体の側面に日本の銀色の線が入った予算が上がったからやろいやいや 「ショッカー世界政府を企む悪の秘密結社であり世界中にその死部を持つ正体が謎に包まれた首領のもと数人の幹部によって怪人戦闘員科学者等を支配しているその科学者力は人類の水準よりはるかに高い」「これまあまあかっこいいねんけマスターグレードは」「うん実は」 これはね、僕もね、何回か見せてみてんけど、高いから嫌やって買うのを否定してんけど、で、これほら。ほら。仮面ライダーは改造人間である。彼を改造したショッカーは世界政府を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のため、ショッカーと戦うのだこれ超感覚、昇格アンテナ、4キロ先の音が聞こえる。<laughs> O シグナル、レーダーと危険を察知する探知機にもなる CI、暗闇の中でも見えるクラッシャー、鎖をも簡単に噛み砕くことができるコンバーターラング、台風雲で受けた風をエネルギーに変えることができるこれ、台風雲、エネルギーの源である風圧を受け止めるエナジーコンバーター、ーエネルギーを貯めることができるパワースイッチ ライダーーのパワーを生み出す <laughs> これ。すごいよね。915。身長180センチ。でかいな。<laughs> うん、これ。サイクロン号。緑川博士が制作した。普段はオーロードタイプだが、スイッチを操作することでカオリングが現れ、オンロードタイプに変形する200馬力のエンジンを搭載し、最高速度は400キロ。 3 0ルのジャンプができる。オートコントロールや仮面ライダーの脳波ウウで操ることも可能。旧1号にとっては変身するためにはなくてはならないオートバイである。車体のエンブレムは立花レーシングクラブのマークである。これ。はい、ね。かっこいいです。はい。ほら。こっちが新1号。 別売りこっちはちょっと違うな。僕はやっぱり。こっちやな。仮面ライダーは。これ。わざ。わざの1号。<laughs> これ。マスターグレード。もうね、再犯ないで。マスターグレードは。あの、新仮面ライダーが出た時点で終わったな。終わった。これ。 ま、これはね、ちょっと機会があったらね、あのね、ちょっと最近ね、あの、人気のない、人気のないね、バンダイのプラモデルを結構買ってんのよ、最近。人気がない、きっとばっかり買ってんの、ね、バンダイの。<laughs> なんかね、ほんまにね、あの、ガンダムじゃなくって、ガンダムでもない、あの、ガンダムじゃない、人気のないね、バンダイのプラモデル買うのがね、最近ちょっと楽しみになってん、ね、ちょっと。 なんとなくね、ちょっと嬉しいねんな。なんか人気がないバンダイのブランテル買うのがこれ。これ、マスターグレード、仮面ライダー1号、桜島カラーいうやつやな。うん、これじゃないねんけどな、厳密には。あの、F ランナーかなんかがね、1枚余分に入って、それで色を変えるみたいねんな。はい。ということで、えー、マスターグレード、仮面ライダー1号。<laughs>